斉藤朱夏さんをねご紹介したいと思いますよ。朱夏さん、朱夏朱、斉藤朱夏さん、埼玉県出身、8月16日生まれのイエーガタでございます。イエーガー、イエーガーですね。イエーガー型ですね。難しい。イエーガー型、イエーガーだ。2015年ラブライブサンシャインの渡辺陽役で、本格的に声優デビューし、こちら同じ作品のですねスクールアイドルグループアクアとしても大活躍をしております。まあ彼女の名前はね、うん、あの多くの方が知ってると思います。はい、数々のライブをこなし、2018年第69回 NHK 紅白歌合戦にも出場いたしました。アクアとしてね、イエーイ、紅白歌手。はい、そして昨年2019年8月14日なんとご自身の誕生日の近くですねにミニアルバム靴紐でアーティストとしてもデビューいたしました。うん、そんな斉藤朱夏さんからですね今日はなんとスペシャルなコメントが届いているということで、僕のために、そう、僕のために、あなたのために、もうすぐ速攻聞いてみましょう。それでは行ってみましょう。朱夏さん、釜揚げサンデーをお聞きの皆さん、こんばんは、斉藤朱夏です。声優アーティストとして活動しています。そして11月11日にセカンドミニアルバムサンフラワーをリリースしました。ということですね、今回はこのセカンドミニアルバムサンフラワーは、君のことを照らしたい、君のことを引っ張っていきたいと、とにかく明るく全身全霊で6曲作りました。きっとあなたが好きな楽曲が見つかると思うので、ぜひぜひ聴いてみてください。ということで、短い時間でしたが、ここまで聴いてくれたリスナーの皆様、本当にありがとうございます。私は沖縄が大好きです。ついこの間沖縄へお仕事で行ったんですけど、いや、やっぱり最高でしたね。あのポーク卵おにぎりが私また食べたいなと思うので、また沖縄に行けた時はポーク卵おにぎりを食べたいです。それでは最後にこちら聴いてください。セカンドミニアルバムサンフラワーから親愛なるマイメンをお聴きください。斉藤朱夏でした。バイバイ。親愛なるマイメン、もうね、歌い出しからね、ディアマイメン言ったじゃん。俺に言ってくれたのっていう気持ちになってさ、あのね、ビッキーがね、ずっとね、この朱夏さんの歌聞きながら天を仰いでるんですよね。そうね、あので、歌のね、一番が終わったあたりに、で、ポソッともう本当にね、マイメンって言った瞬間に、もうこう顔をね、あーって手見て、あーってなってしまった。今日も一日頑張ったみたいな顔してたんですけど、今ね、手元に歌詞カードがあるんですけど、歌詞カード見るとなんとですね、はい、このマイメンの面、ヌードルの麺って書いてあるんですよ。ちょっと待って、僕男性の麺じゃなくて、じゃないわけね。あのでも歌詞、まあ確かにいろんなあの麺系のね、うん、料理の名前出てましたけど、曲名は麺はカタカナなんだけど、歌詞の中身はねヌードルの麺なんですよ。マジで？ひょっとしたらだよ、ごめんね、私の勝手な想像なんですけど、斉藤朱夏さんひょっとして麺類好きなのかなと思って。沖縄そば食べに来るといいさ。ねえ、ポーク卵の話しましたけど、ねえ、ポーク卵も作ってあげるよ毎日。ねえ、ちなみにこの曲はですね、はいはい、紫色したスパイラルでおなじみの DJ 味噌汁と MC ごはんさんが作ってます。へー、そう、あのこの方ちょっとこういう食べ物系のね歌を作るのが得意なので、多分それでこの曲も作ったのかなっていう気はしますけれども、うん、ね、いや、このね、斉藤朱夏さんのこの声もそうですけど、歌い方も可愛いの。真っ赤な太陽のようにずっとずっと輝き続けますように、朱夏、朱夏っていうこのお名前がですね、なんだ、朱色の朱に夏って書いて朱夏って読むんですけど、はい、この名前に込められた思いを詰め込んだ待望のミニアルバムです。聴く人すべてを巻き込むようなパワーあふれる一枚に、ということで、あの公式サイトにね載ってたんですけど、はい、セカンドミニアルバム、うん、サンフラワーでございますよ。サンフラワーといえばひまわりですよ。ひまわり、本当にもうその通りでね、キャシーさん、この曲もいいけど一番に入ってた曲がねやっぱ一番好きかなって思うんですけど、一番に入ってるのがあれですよ、こうね、ミュージックビデオも公開されている全身全霊、全身全霊、カタカナで全身全霊ね、あれいいね。あ、ミュージックビデオ僕も見ましたけど、いいよね、もうね、あの元気いっぱいで可愛いの。全部で6曲入ってるんですけど、はいはい、ちょっとしたこうミドルバラードもあるし、こうポップで元気なね全身全霊みたいな曲もありますし、朱夏朱夏からね元気とパワーがもらえる1枚ですので、皆さんチェックしてほしいなと思うんですけれども、も特典もありまして、はい、はい、この CD に封入されているハガキで応募できる特典もありますよ。
まず A 賞がですね、このアルバムサンフラワー特製サイン入りアクリルフォトパネル、こちらを抽選で5名様にプレゼント。そして B 賞はサンフラワーサイン入りポスター、こちらは抽選で50名様にプレゼントということです。はい、はい、応募期間はですね、11月24日23時59分までです。もうあと10日ぐらいしかないじゃないですか。はい、はい、詳しくはホームページを見て、皆さん明日アニメイトやツタヤに買いに行ってください。はい、このミニアルバムのジャケット、写っていらっしゃる斉藤鹿さん、ジャケットもめっちゃいいよね。私大好きなタンクトップ姿でございます。僕はねタンクトップ本当もうね、もう加山雄三的に言うとね、幸せだな僕は。タンクトップ女子を見てる時が一番幸せなんだって歌ってたでしょ、雄三も。分からない、もうねそれぐらい好きで、タンクトップ女子。 CD でね買ってもらえると、また歌詞カードもね楽しめますから、パッケージそしてダウンロード両方ありますので、お好きなパターンでぜひ購入してみてください。両方買うんだ。11月11日に発売されています斉藤鹿さんのミニアルバムサンフラワー、ご紹介いたしました。